WHC ホワイティング、ウィリアム・ヘンリー・チェイスホワイティング、A、ウィリアム・ヘンリー・チェイスは一員、1824年3月22日から1865年3月10日は、アメリカ陸軍の職業軍人であり、アメリカ陸軍公平司令部で16年間務めた、後に除隊し、南北戦争の時は南軍で仕えた。ホワイティングは、尊敬される、 砲兵士官のレビ・ホワイティングとメアリー・エイ・ホワイティング、夫妻の息子として生まれた。12歳で、マサチューセッツ州ボストンのボストン・イングリッシュ派スクールを結出した生徒として卒業し、16歳の時には、ワシントン DC のジョージタウン・カレッジ、現在はジョージタウン大学を卒業した。ベストポイントの陸軍士官学校ではその教官たちに印象を与え続け、1845年に、 同期の中で一番の成績で卒業した。ホワイティングは公平の勝利に任官され、メリーランド州やフロリダ州の海岸防衛施設の建設に関わり、テキサス州西部の辺境にある砦までの軍事道路の測量を行った。テキサス州のデイビストリデで勤務した。アメリカ陸軍のためにビッグベンド地域を測量したことでは初めてのものとなった。 1853年に中尉に昇進し、西部へ派遣され、サンフランシスコの港湾要塞を建設し、1856年まで太平洋岸防衛のための公平委員会に勤めた。南北戦争前の5年間は、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州及びフロリダ州で河川、運河及び港湾の改良に携わった。1858年に、 公平の隊員に昇進した。ホワイティングは、サムター要塞の戦いが行われる数週間前の1861年2月20日に、除隊し、南軍で公平少佐に指名された。チャールストン港の防衛道を改良した後、シェナン道軍と第一次ブルランの戦いの技士長として、ジョセフ・ジョンストン少将のもとに仕えた。1861年8月には順将に昇進した。 あとには、セブン・パインズの戦いで一個師団を指揮し、ストーンウォール、ジャクソンの2回目のバレー方面作戦を支援するために、急速に師団を移動させ、またその師団と共に、バージニア半島に鉄道を出て、ゲインズ・ミルの戦いや、マルバーンヒルの戦いを戦った。ホワイティングは、ノースカロライナ州ウィルミントンのやや何事もないような、軍事地区軍の指揮を任され、 1864年5月に少将として短期間ピーターズバーグ防衛に関わった以外、その職に泊まり続けた。1865年初め、ホワイティングは北軍アルフレッド・テゲイ少将の部隊に対して、そのケープフェア地区を防衛することになった。テリーはユリシーズ・グラント将軍に選ばれ、ジェームズ軍から暫定軍団9000名を率いた。 デイビッド・ディックソン・ポーター海軍少将は12月の失敗した試み第1次フィッシャー砦の戦いの後で北大西洋封鎖戦隊の60隻の艦船を率いてノースカロライナ海岸のフィッシャー砦に戻ってきたホワイティングは南軍のこの方面の指揮官ブラックストン・ブラック将軍に援軍を送ってくれるよう要請したブラックは ウィルミントンを守るために必要と考えていたので、その軍隊を減らしたくはなかった。最終的には、ウィリアム・ラム大佐が守るフィッシャートリデに援軍を送り、トリデの守備隊は1900名になった。ロバート・ホーク少将配下の6400名の一個次第が、トリデの北の半島に駐屯していた。ホワイティングは自らトリデに行って指揮官に、ラムよ、あなたと運命を共にするために来た。 あなたと、その守備隊は犠牲になると告げた。1865年1月13日、第二次、フィッシャー砦の戦いは、北軍海軍の艦砲射撃で始まり、キダー・アール・ブリーズ海軍中佐に率いられた水兵と海兵が上陸したが、ホワイティングは自ら守備隊を指揮し子の攻撃隊を回送させた。しかし、北軍の陸軍が取の中になだれ込み、 南軍は、鳥出の一角に追い詰められた。ホワイティングは、鳥出の裂け目や内部に、北軍攻撃部隊が溢れるのを見て、この木を自ら反撃隊を率いる時だと判断した。北軍兵に突撃する間、何度も降伏要求を受けたが、その度に拒否し、銃弾に当たって致命傷を負った。戦闘はその後も、長時間続き、ホワイティングは、ブラック将軍に、 最後の遠平要請の伝令を派遣した。ブラックはまだ、フィッシャー取りが落ちていないと信じ、ホワイティングの要求にもあぐんでいたので、アルフレッド・コルキット順庄を派遣して、ホワイティングを解任し、フィッシャー取りの指揮を引き継ぐよう指示した。午後9時半、コルキットが、取りの南基礎に上陸した時は、ラム、ホワイティング及び負傷した、南軍兵が、ブキャナン砲台まで押し込まれた時だった。 トリデは午後10時になって陥落した。ホワイティングは、このフィッシャートリデを落とされた時に捕まり、捕虜収容所の官房から上官である、ブラックストン・ブラック将軍の行動について、調査を要求した。トリデが、北軍に襲われている時に、ブラックが、北軍の後方を、ロバート・ホーク少将の師団を使って攻撃させなかった、ことで、ホワイティングは激怒した。ホワイティングは、 トリデの守備隊と共に捕らえられ、それまでの従軍で体力が消耗しており、またフィッシャートリデで足を負傷したこともあって、1865年3月10日、ニューヨーク港がバナーズアイランドにあるコロンバストリデの陸軍病院で赤痢のために死亡した。ホワイティングは数マイル離れたブルックリンのグリーンウッド墓地に埋葬された。ホワイティングの妻ケイトは1900年にその被害を掘り出し、 ノースカロライナ州ウィルミントンのオークデール墓地に移した。ホワイティングの兄弟ジャスパーは南軍に従軍している間に占拍死し、同じクロバートはホワイティングが最初に埋葬されたグリーンウッド墓地の管理をしていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。